2017年アメリカ海兵隊 KC-130 墜落事故とは2017年7月10日午後4時頃にアメリカ合衆国で起きた墜落事故である乗員乗客16名全員が死亡した事故機はニューバーグにあるスチュワート国際空港に拠点を置く第452海兵隊空中給油輸送飛行隊所属のロッキード KC-130T ハーキュリーズだった。機体の残骸は、ミシシッピ州レフロア軍の大豆農場で発見された。アメリカ海兵隊はテロなどではなく、事故だという声明を発表した。また、アメリカにとって、この事故と昨年に起きた2016年、ロックハート熱気球墜落事故は、2009年に、コルガンエア3407便が墜落して、以来の大事故であり、 アメリカ海兵隊にとっても2005年にイランでシコルスキー CH-53E スーパースタディオンヘリコプターが墜落して以来最悪の事故だった。チェリーポイント海兵隊航空基地からエルセントロ海軍航空基地に向かっている際にパイロットが機体の爆発を報告し高度2万フィートで空中分解した。 その後ミシシッピ州ソンから機体85マイルの地点に墜落。乗員乗客16人全員が死亡した。ブラッティ・ジェームズ淳相は事故直後に巡航高度で飛行中に何かが起きたようだと述べている。事故機には武器や弾薬を運んでおり、機体の残骸などが墜落地点から半径5マイルにわたって散乱していた。また消化のため、 泡消火薬剤を約4000メートルガロンほど使用した。この事故の目撃者によると、エンジンから出火していて、フラットスピンしながら急降下していたと述べている。ありがとうございます。